はいどうも、翔平 TV です。本日は先日行われましたあっぱれさんとの試合を振り返った動画です。チームメイト何人かに集まってもらって、その試合の時の、心境やら、反省点やら、学べたところなど話してもらいましたので、話を聞く動画になってしまいますが、ご覧ください。はい、というわけで先日行われました試合なんですけど、振り返ってみてどうでしたか？やっぱり準備不足だよね、一言で。やっぱり相手チームはもう1月の頭ら辺からもうバンバン試合入ってて、うちは1月は自主トレみたいな形で準備はしていってたものの、やっぱり試合慣れっていうものに関してはもう全く試合もしてなければ何をしてるわけでもなかったので、せっかく今シーズン初であんなに素晴らしいチームとやらせていただくんであれば、もっとちゃんと準備しとけばよかったかなと思いました。マルキ君どうですか？何が今シーズン始まるにたっての準備みたいな、はい、とりあえず12月1月のオフは振り込んで、特にあっぱれ戦に関しては逆方向を意識して臨みました。で結果逆方向にゴロを打てて、で結果内野安打打てたっていうのが、あれよかったよ、あれは収穫。うん、でそれを今後の試合でもっと活かせていけたらと思いました。全然声出しも全然違ったよね。声の出し方、アップも違うし、アップも違う。もうあと試合中の声のあれも違うし、これみんな出してる。もうなんか勝ちに行くんだっていう、高校野球みたいな感じじゃないけど、まあちょっとそれが熱が明らかに差があったし、アッパレさんはやっぱり熱もあったし、野球も徹底してたし、もうみんなが野球が多分大好きなんだなっていう。ちょっと学ぶところも結構多かったと思うんですよ。そうっすね、学ぶとこしかなかった。学ぶとこしか、まあそうっすね、学ぶとこしかなかった。意識も高いし、声かけ一つとっても自分たちのチームから出てないような言葉が出てたりして、うん、やっぱレベル1個2個上のレベルでやっぱ考えてプレーしてるからこその声かけだなと思いました。意味のある声を一個一個ちゃんと確実に。正直緊張したな、オーラも、ね、試合してて緊張した。打席に立ってもめっちゃ、特にルイに出た時のスコアリングの時の兄貴との打席はすっ、もう久しぶりに結構緊張して、本当にもういいピッチャーなのは間違いなかったし、うん、すみません、私ごときでお願いしますみたいな感じで黙って、でもやっぱそれ打ったからね、自信になる。正直、まあ嬉しかったわ、嬉しかった、すごい。やっぱりあっぱれさんってもう素晴らしいピッチャーばっかだから、 そうですね、その中でちょっと打てたっていうのはうちのエクスプレスとしてはすごい収穫だったかなって思いましたね。ちょっとうちもそう、正直まとまりをこう、まとまりっていうのを大事にしてった方がやっぱりいいと思うから、全体アップっていうのは結構やっぱ大事なんだなっていうのがあったし、勝ち上がっていかなきゃいけないんだったら絶対にそれはしなきゃいけないことだと。そ う, うち、まあ、翔平君なんだけど、こっち四死球多かったじゃん。あで、ワンアウト満塁、うん、とか、うん、2、3回あったでしょ。それで点を取ってないわけじゃん。あってなると、そこをやっぱ、まあ、うちら格下だけど、課題なんじゃないか。ああ、そこ、スコアリングでランナーが取れないのは、オタク。課題なんじゃないのっていう。守ってて楽だった。守ってて楽だった。そう、打たれてないから。確かに。そういうことか。ピンチでやべえと思ってるけど、結局抑えられるんじゃないかな。無失点でいけるんだよ。なるほど。で本当にまたね、ぜひともやりたいですよね。リベンジ、リベンジ、リベンジですよね。もう、とにかくうちとして対戦していただけるんだろうな、対戦してみたい。そうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にお願いしますよ。本当ですよね。お願いします。またお願いします。意識高くまた頑張っていきましょう。はい、そういうわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。3000人突破したらプレゼント企画やります。お、応募条件はコメントとグッドボタン、グッドボタンとあとはチャンネル登録、その3つでやっていきたいと思います。いいですか？ OK です。で応募の期限は3月末かな。3月末で4月に発表っていう感じでいらします。はい、なんでコメントと、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。